こんにちは、マースケーチャンネル3です。今回はですね俺が今一番好きなアイドルグループ、えー、乃木坂46について語りたいと思いますえっ、ー、と今好きだって言ってもですね実際にはまりだしたのはえっ、ー、とまだあの日が浅いんですよあのちょうどだ去年おと,おととしも2年前とかそんなもんであの ちょうどですねあのネットでですね、えー、とショールームであのちょうど乃木坂のことが好きな女の子があのショールームで配信してたのをずっと見たんですねであのその子が乃木坂が好きだということで、えーまあ、朝から晩までその乃木坂の話題を知ってた時にちょうどあの、えー、と福川舞さん舞舞が、えー、と卒業するっていう時だったんです。でその頃に知ってる名前 っって言ったらあのあの、まあ、その頃はもう俺は AKB が好きなので、まあ、AKB は知ってるんですけども乃木坂っていうとその一列目もいいところあのマイアンとかえー、まあ、ね、一番真ん中の生駒ちゃんぐらいしか知らなかったんですその時にあのあその先ほどの,そのショールームで配信してた女の子が毎毎の話題をずっとしてたので。 となあちゃんの話してたのでずっと前々前前前って頭にあったらあなんかちょ,ちょっと調べてみようかなって言って調べたらこうはまってしまったというわけですね。であの俺あの俺の動画ではいつもお話ししてますけれどもあのえー、とあのアイドルのその音楽をこうね聞くっていうとかライブを見に行くとかという感じじゃなくて。 まあアイドルもなんでますのお絵描きする時のそのえっとモチーフまあお絵描きのネタにですねえちょっとアイドルが人数いっぱいいるのでまあ練習になるかなと思ってえ好きだというのがまず一つです。であのですね今ちょっと紹介あのしたいと思いますけれどもえっとあのまあ今パッ,とちょあのねパッと手に取れるのがあのー 3枚しかなかったので今、えー、とその3枚だけ説明しますけれどもこれはあのマイヤンですね、えー、マイヤンをあのこれ全部色鉛筆で描きました、えー、そうですねマイヤンもあのねあの年式つい車みたいですけども、ね、年によってちょっとね、えー、顔がこう変わってくる感じですけれども、えー、マイヤンは意外と最初のね2枚は失敗したんですあの 毎は4枚ぐらいは書いてたんですけども最初はちょっと何しろあの知らなかったもんでそうそう。でなんでそのねアイドルの DVD とかを見てるかというとお絵描きする時にですねまあこれは文字みたいなもんですけれども相手の人となりしてないと絵にこう出ない感じなんですよ。だから 描こうと思ったアイドルもしくは俳優さんだったらその俳優さんのが出てる映画を見てみたりとかアイドルだったら歌ってるところとかそう,いうあのそういうのを DVD でチェックして頭の中にイメージして例えばそのアイドルグループだとその、えー、歌ってる歌を聴きながらこう絵描き描くっていう感じですね。それでやっと初めてその漢字がこう絵に出てくるっていう感じです俺の場合はね。はい、で次はこれを 長ちゃん書いてまいました、まあえー、とまだこれ,これで今2枚目なんですけども、まあ、そんなにあのー、ねか,かけ離れて失敗はしない、えー、あのメンバーですねあまあもう卒業ねコンサートもやってまあ卒業ですけれども、えー、これからまたね活躍した,いし,たしたいところですねそれで俺が一番あの書きたくてなあの 新坂の中でもあの多く描いているのが、えー、もう卒業して七し人も,もう3三枚ぐらいあ全部でトータルすると4万円ぐらい描いてるのかなこうあの描いてるんですけどもやっと最近になってこうかん、まあ、もちろん卒業して2年ぐらいこれ経ってから描いてるんですけどあの2年ぐらい経,経ってるのにあの2年3年ぐらい前の,あの7人の,あの写真を見てこう描いてるんですけど。 やっとこう感じがつかめて、まあかけるようになってきた感じですね。まあ、あの、一番、俺乃木坂のメンバーでは、あの。一番最初、その七海が一番。あの、好きだということで、ファン、ファンでしたね。まあ、今でもファンですけれども。ええ、七海の。お絵かきでした。で、あの、音楽はですね。今度は、ちょっと、下に下ろしまして。えー AKB ドラマそれこそあの「恋するフォーチングクッキー」ですとか「ヘビーローテーション」とかね大ヒットしたのありますけれどもあの俺があの乃木坂の歌,の歌の中で一番好きなのはこのやっぱりインフルエンサー好きですねえインフルエンサーはあのミュージックビデオもあの好きですねあのかっこいい感じなのとあの激しいダンスのところが 好きなのでそのこれはまあもちろん中古ですけど買いました。あとはまああのねベルスキ嫌いじゃなくて、こう安かったので買ったのはこのえーと何度目のアワードかってねこれイクちゃんのやつも買いましたしそうそうであの太陽の子とかねあの買いましたそのあのイクちゃんなんですけどものね絵にすると。 あの簡単なまあ溺れちゃいます簡単な顔と難しい顔ってありましてク、えー、ちゃんの場合はなんかすごい書こうと思えば顔がねあのこうはっきりしてるのか簡単そうなので、えー、ネタがなくなくっであの妙ナはこう何枚もう何枚何枚書いたろ23枚ぐらい書いたと思いますで一番書きやすいのはミオーナですね。 もう2日まで書きました3期もねえー、っと、えー、これにぎみずですけれども3期も結構あの書いてまして3期の中で俺は,俺はあのえっ、ー、とあティが好きですねあの。ということで一番最初に書いたのがアヤティです、えーと。乃木坂で書いたのはマイマイであの一番最初に書いたよは,、ね、は結構 頑張って、あの、書いてるんですけどね、あの。もう、あの、つい最近、最近っ書いたのは、あの、梅沢みなみす。ちゃんですね。はい。その前は、あと。結構難しかったのは、中村。れのちゃん。で、あの、意外と簡単だったのは。あの、大野の。ももちゃんですね。で、あと、久保しおりちゃん。それ。から。 あのまあ、難しかったのまだまだ一回書いて失敗したのでまたチャレンジしようと思っているのは練炭ですねはあの失敗しましたなんかうまいこう漢字がねあの、まあ、よく知らないものですからだから漢字は絵の方に出なかったんでしょうね、うん、でそれからと日清の方も今頑張って書いてますがこの間は連なし書きましたし であの2期生でまだ撮ってあるのはあのかりんちゃんはあのさまず最後に、まあ、意外と書けそうかなということで最後の,あのネ,ネタがな,なくなった時にということで撮ってあります。はい、であと書いてないのはでもまだまだあで、ね、あの何回やっても失敗しないメンバーっていうのがいましてそれがやっぱりあの キャプテンですね桜井玲香さんはあの失敗しないですねあの大きく失敗するメンバーと大きく失敗しない絵聞く時に失敗しないメンバーがいますねええいや全然違うっていうのはねで難しかったのでまだつい先に失敗したのはあの葉月向かいは葉月ちゃんですねはちょっとあの失敗しましたけどもだいぶテレビ見てバラエティ バラエティとか乃木こじゃないや乃木中見てるので漢字つかめてきたからまたあの再挑戦しようかなと思ってるところです。はい、であの意外とねあの 2, 回2枚書いて失敗あの成功したのはあの久保しおりちゃんですね。あの要するに書きやすいってことかもしれません俺の中ではね。まあ、人によって。 えー、まあねあの得意不得意あるでしょうけれども俺は今言ったメンバーはこう書、えー、けますね。はい、であの俺がその追いかけしてるところっていうのは毎回その俺の動画の方でお話ししてますけれども俺のメインチャンネルマースケーチャンネルの方に、えー、追いかけしてる今言ったメンバーを書いた書いたじゃないや書いてるところを動画に上げてますので。 よろしかったらそちらの方も、えー、チェックしてみてください。えー、でまた、あの、乃木坂に限らずお絵かきの方はまたこちら、えー、マースケチャンネル3の方で、えー、またいずれお話ししたいと思いますが、まあ、今回はあのこの辺で終わりにしたいと思います。えー、この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上。 マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。